ゃあシンガポール出身のチャイニーズ、日本語はペラペラじゃなくてペロペロですからね。まあ本当に自分で独学する日本語で、はい、ね、だから、文法がめちゃくちゃね、発音はねあんまり良くないし、あの申し訳ないんですけれども聞き取れるようによろしくお願いいたしますね。じゃあ今日の予定は、船に乗ってベイサンズサイドのスパトラのショーね、見ますからね。そのショーは8時から、ね、8時から8時15分終わりましてね。で、もちろんこれからクラッキーにご案内いたします。クラッキーという観光地はレストランと飲み屋さんが集まる場所で、朝お昼静か、皆さんは、クラッキーについて、まあ、クラッキー、船の乗り場に